はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは。アメージングメガネストライキのショーです。さあやっていきましょう。超操縦メカ MG 番外編で、前回このなんだっけ、91だっけ、ここですね。マリオネット GP の、まあ、全クリア、スーパーハードでクリアしまして、そしたらここに繋がったと。ここはあのクリア後の、まあ、裏ストーリーというか、なんかもう一つの人形都市前編、まあ、まだここはやんないんですけども、今回私がやりたいのは人形都市ですね。まあラストステージ、まあ、通常のストーリー編でのラストステージ、この人形都市、ね、ハードでクリアしまして、まあ、ドリル人形3でクリアしましたね。で、確かかなりギリギリの状況でクリアできた気がします。で、ここの、まあ、このスーパーハードで挑むとね、稀な確率である設計図が手に入るんですね。ではやっていきましょう。前回負けてしまったんですよね、人形王にね。まあ、ボコボコにされてやられてしまったわけですよ。まずはこのね、紫色のやつをねボコボコにしていきましょう。はい、紫色のやつ1体を撃破しました。このドリル人形が強いんですよね。またこの車両形態でも十分強いですからね。青いマリオネーションギア、まあマリオネーションキラーか、その攻撃から避けつつ、もう一体のあの紫色のやつを倒すべく行きましょう。今もう音がしてるんで、あ、もうすでにあの紫色の攻撃が始まってますね。どこにいるんでしょうか。全然わからん。あ、いた恐ろしいね。あんなでっかいミサイルを連射してんのがすごいね。さあ、ちょっと一旦大丈夫か。よし、あの青いのが来てないからまだ大丈夫。ほら、ここにいれば確実にこいつのミサイル攻撃は当たることはない。はい、爆破。やばい、来た。もうこいつの攻撃に当てればもう連続でもうボコボコにされてやられるがオチなんで、適度に距離を取って倒していきましょう。ほら、これだよ、これやつの攻撃ですよ。これがもうハマってしまったら最後やられるがオチですよ。もうドリル攻撃がね、恐ろしいんだよ、こいつのね。おら、おら、おら、見たか、この野郎。ほら、この通り。特にこのね、この竜巻みたいなまとわせた状態でやると、本当に強いんですよね。で、次で、あの、アンマリーが出てくるんですよね。で、このね、戦いもし続き、あの、周り、あの、紫色のやつをね、先に倒していきましょう。これがいる限りね、邪魔すぎるんでね。ほら、もう煙出してますよ、こいつ。恐ろしいですよ、これ。はい。おっと、危ない。ギリギリ。それでは2体目のやつをね、倒しに行きましょう。最悪アンマリーがやられてもミッションが失敗することはないので、まあ、そこはいいとして、とりあえず、紫色のやつと、いた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 。どうやってさ、ミサイル補給とかしてんだろうね。やばい、やばい。このミサイルの嵐。ミサイルのガトリング砲ですよ、これ。
うわぁ。ほら。味方が巻き込まれてますぞ。これを使って仲間同士打ちさせるっていう手も。やばい。やばい。危ない危ない、油断してたわ。よっしゃ、ほら次は貴様じゃー。しゃあ、ほらどうだこの威力、パンないでしょこれ。ん、あ、まだいるんだっけ、青いの。どこどこだ。これで行くぜ。うなれ。サイクロンシュータードリルナックルバスト。見よこの威力。ドリルだけですよこれ。回して殴るだけで。さあ。でここから人形戦ですね。あのうまくいったんですけど油断してやられましたね、見事に。やばい、あの攻撃を味方に与えさせる。うわー、お、待って、一体目、もう煙出してません。かかれー。よし、一体目、爆破。あんまりがやられた。マジか、あんまりがやばいぞ、これ。よし。ちょっと待って。落ち着こう、落ち着こうよ、落ち着こう。一体目倒しました。一体目倒して、まあ、今このゲージを完全になくし、うおドリル逃げろ。この、あの、で、赤いやつを減らさせる。ドーリル。やばい。やばいぞ。とりあえず逃げよう。逃げろ。うおー、あー、ドリルが当たんない。なんで当たんないの。あとこいつだけだよ。逃げろ、やばいぞ。ちょっと落ち着こう。画面がブルブルやないか。いや待って、落ち着こう落ち着こう。相手は今煙を出してる。相手煙出してる。ちょっとすればやつも倒せる。やばい、あ、ダメだ。なんでドリルだった。ああ、いいとこ行ったのに。嘘でしょ。なんでさ、ドリル当たんないの。あんだけ近づいたのに。じゃあカットしましょう。さあ、おっと、あー逃げよ、避けろ避けろ避けるチーズ。
どうしよう、これ。2体が完全にこっちに集中してるんだけど。あんまりがザ、1体死にそうですね。それでいいんだよ。たやすく死んでくれるとこっちもありがたいぜ。さて、アンマリーが雑魚的にボコボコにされてる件について私は伺いたい。よー、300食らった。死にげろ。避けろー。なんで当たんの、おかしいだろ。よし、まさいったい。よっしゃ、いったい。やったぜ、ベイビー。よーし、さあ、お次は人形神ですね。では、行きましょう。うお、させるか。うお、何があった今。よし、まさに逃げよう。ああ、何があった。よし、後ろ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 。下蹴り。いいぞ、あいつ煙出してる。あんまり、なんとかしろ、お前。あ、よし。必殺。食らいやがれ。よっしゃー、ドリル、やったー、ドリルは正義だ。グレンラガンがすごいのがよくわかりますね。よっしゃー、一発で倒しましたよ。まあ、一体だけっていうのがラッキーなのかな。さて、ここはいいんで飛ばしましょう。で、問題は報酬ですよ。やったー、どうでもいいんだよ、ここ。やったー、皆さん。いいんだ、ここ、飛ばいいんだ、ここは。やったー、皆さん。やりましたよ、これ。いやー、喜び隠しきれねえわ。やったぞー。何がやったって言うとね。待ってくださーい。じゃーん。この50、まあ、設計図のね、まあ、一番最後の設計図。人形重帝ライスターの設計図が揃いました。上下と揃いました。いやー、あのね、このね、人形重帝ライスターの設計図っていうのがね、これまたね、大変なんですよ。まず、ここですね。このナンバー116の人形都市で一つ手に入ります。もう一つはここ、獣王の試練、まずここで手に入ります。で、これ手に入れたのは、まあ、動画外になります。なるんですよ。これが苦労しましたね。このね、人形のこのライフオンがクソ強すぎて全然倒せない上、全然設計図が手に入らないという、もう本当に骨の折れるものでしたよ。で、今回やったこの人形都市のやつ、ここを倒せば何パーセントかの確率で、さっき手に入れたナンバー50じゃなくて設計図の50のねやつが、この小さい確率で手に入るんですね。それが一発でやったらね、一発で手に入りましたね。いや、嬉しいや、嬉しいや。まあ、ただしこれはね、7万必要なんで、すぐには作れないんですけど。いやー、嬉しいな。ようやく手に入れましたからね。
さてとどうしよっかね。ここやってみますか。いきますかに、もう一つの人形都市前編。はい、オートマンの大軍が街を襲っているね。ホロポスターズのね、人形都市がね、まだあるっていう。ひどい。お、パープルナイトか。来ますね。よし、行きましょう。まあ、これらは楽勝なんだよね。このトリル人形さえれば楽勝でしょう。風穴開けてやるぜ。オラどうした。腕を回すことしかできないデクノボーたちめ。おっと、逃げよう。おっと、ドリルぶん回してもひるんでこない。よし、逃げよう逃げよう。ここは同士打ちをさせて自滅を巻きね、引き起こそう。ほら、吹っ飛んだよ。すごいね。3、2体目のパープルナイト撃破。はい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 。よっしゃ、ウェイ。ショックウェイ。あれかな、人形重邸さ、あれ最後に作ろうかな。今ね、たくさん人形を集めてるわけですよ。最終形態じゃないやつでも、まあ、強化形態の人形とかさ、そういうの集めてて。フィッシュやん。フィッシュだけなんか思い出すわ。ほら、そうやってね。まあいいよいいよいいよ。お、なんだっけ、ワイルドアーム、ワイルド、なんだっけ、ハンマーオートマンだっけ、忘れたわ。あの、クリアするとね、博物館に、この敵の情報も載るんですよね。最後見ましょうか、前編のやつクリアしたら。あ、ありだわ。じゃあさ、このフィッシュマン、フィッシュマンだっけ、忘れたわ。あ、倒せるわ。バイナラ、ザコフィッシュ。まあ、ハンマーのオートマンは、防御しな、まあ、わかんないけど、まあ、楽勝、楽勝。そんなに手強くないわ。あー、しまった。やばい、やばい、やばい、やばいよ。お、同士打ち受けろ。いいぞ、ダメですね。よくないですね。やりますね。おっと、危ない。よし、このハンマーオートマンをこうやって連れ回して、空にいるその害虫を叩き落とせ。それ。まだいるの？すごいな。すごいな。おー、アームオートマン。ダッセーデザインだ、これ。ダッセーんだな、これまたデザインが。何、掴み取るあの、アームみたいな。
このパープル紫色のビッグフェイスか。じゃあこのバカアームを同士打ちさせて自爆させましょう。あーやめて。ボッコボコ、うん、まこいつ地味に強いんだよこれ。怖いんだよなこいつ。強いもんだ。デザインさ、ダッセーくせにさ、強いんだよなこれまた。怖いとこなんだよね。おお、あ、来る来る、やばい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 、やーラメじゃねえけど、逃げろ。この野郎しつけんだ。追いかけてきやがってこの野郎。あ、詰まった。ほらよっしゃ、危ねえ。はあ、危ねえ。こいつ怖いんだわ。でー人形が3体きつい。うおー、やめてー、いじめないで、やめてくれー。やだー。おい、人形はきついぞ3体。こりゃ同士打ちさせて減らさないと。おっと、なんか技出そうとしてるぞ。おう、やだー、助けてー、やめてー、オーバーキル。画面がブレブレじゃないですか。ちょっと待って、やばいんだよこれ。2体でさえもきつかったのに。うわー、いや無理だっつーのそれはい、ちょっと人形としてもうこれ次回にしよう。ダメだいやーびっくりしたわ、人形が3体出てくるとはきついわ。じゃあちょっと最後、この動画を締める最後、ちょっとね、どんくらい集まってるか、こんな感じです。輪行棒は全て集まり、まあ、この白いやつも集まって、これ重工房ですね。集まってないのは、ザンベル、このショベル人形ですね。あとは何だろうな。このガレーンかな。このガレーンの最終形態。強化形態か。それがないんですね。で、この木工房は、このフェンシルの2がないですね。ここなんだろうな。このガルケンシリーズはできてるし、あれだ。なんだっけ、このグレインだ。このグレインの最終形態がないですね。ここは、これかな？このGガーの、この高速長兵の最終形態がないと。ここダルタニアバネ、これか、ゼンマイ人形と、このドーバーの最終形態がない。人工場少ないからね、ほんとね。まあ、ここはどっちだ？これか？このジンガの許可形態がないね。まあ、こんな感じですね。この黒いやつが、まだ手に入れたい人形と。で、私は今このね、この黄色いやつは銃工房、じゃあ、騎馬工房なんですけど、はい、ここライスターが入りますね。で、ここ白いのは敵ですね。オートマン闇人形のファウストが完成した自動人形。日本、うんたらかんたら。で、オートガンナー。で、オートフィッシュ。さっき戦いましたね。ビッグフェイス。
ビッグボマー、これ戦いましたね、さっきもね。改良型ですってね。デビルフェイスはこれさ、派生型たくさんあるんだね。ビッグフェイスの強化型、装甲、火力、止め高まり、非常に強力なオートマンとなった。オートマンダブルタンク、正式名称はオートマンワイルドタンク。まあ要はね、キャタピラになってハンマー持ってたらぐるぐるぐるってぶん回すだけのねやつ。オートマン PK、 正式名称はオートマンパープルナイト。うん、さっき戦いましたね。まあちょっとガタイが良くなって、ただしまあ不殺腕がついて、まあ腕ぶんぶんぶん回すだけのやつです。コマンディーガー、まあ、ベルゾン15が開発した世界初の量産型マリオネーションギア、戦闘に特化した軍事用の人形、ハンター J が乗ってたコマンディーガーですね。コマンドマシン、ベルゾン15が開発した小型のマリオネーションギアですね。アームドオートマン、大きなアームを持ったオートマン、アームを使った攻撃は非常に強力、総合的な精度も高い。何より歩行性能が許可されているのが特徴で、二足歩行ながら俊敏に動くことができる。うん、速いもんね、異様にね。 M キラー、マリオネーションキラーっていうね、今名前ですね。なんか頭に変なのがねあって、まあ腕ブンブンブン回す、パワーが上がった人形。キラーガンナー、マリオネーションキラーをベースに開発された戦車型オートマン、火力、耐久性とともに最高レベルに達しており、大量生産可能なオートマンの中では最強の存在。あ、出たね、遺跡の巨人オーダン。ありましたね、これはね。円工房の人形しか使えないっていうのがね、きついんですよね。マリオネットビー、木工房と木場工房が共同で開発している、まあ、人形ですね。スピードスター、これ前回出ましたね。早工房が開発したレーサー型マリオネーションギア、変形機能などは全て排除、汎用性を捨ててスピードのみを追求する愛好者も多く、カスタム型も存在。人形としが生み出した最強のオートマン、人間に匹敵する知能を持ち、全てのオートマンを率いる指揮官的役割を持つ、戦闘能力も桁違い。人形神、人形としが生み出した最強最高の自立人形、高い知能を備え、もはや高度な生命体と言えるほどの存在となった。次元と空間を自由に操り、次元空間を生き生きするような力がある。もうこれね、でもかっこいいよね、なんか敵ながらね。だってこれオートマンのさ、顔ないもん、これだって。はい。というわけで今回、これで終わりにしましょうか。今回やって嬉しかったのは、まあ、設計図のナンバー50が全て揃ったことが、まあ、とても嬉しいことですね。で、それでは次回、今回これで終わりとなります。次回もう一つの人形都市を攻略していきましょう。次回のね、超操縦メーカー MG でまたお会いしましょう。では、バイバーイ。